ございます。さあ今日はふなっしーのふなふなふなみより DVD CD 発売イベントお越しいただきましてありがとうございます。 MC を務めさせていただきますフリーアナウンサー略してふなうんさーのあいちーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか一部からちょっと雲行きが怪しくなっててゲリラライブがですね近くで起こってるような話も聞いておりますけど、皆さん傘の準備してますか？してない。私もしてません。降らないことを願いましょう。とにかくで、まあ、その分ですね、前の席の方さっき直射日光に当たられてた分まだちょっと快適かなとは思うんですけども、皆さんまず今日一番最初お約束していただきたいのは水分補給、塩分ほどほどに、熱中症対策万全にして楽しみましょう。2階の方も見えてますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。さあそしてですね、本日楽しんでいただくためにもちょっと注意事項がございます。ふなっしーのふなふなふな日和、日本テレビのスッキリの中でですね絶賛放送中のアニメになります。で今日はアニメの主役でアフレコにも挑戦してますふなっしーが来るっていうのも皆さんご存知ですよね。ここでね誰が来るんだろうって座ってないと思いますけども、でそこでですねまずトークふなっしーがしてくれますが、お写真タイムは別に設けております。写真撮っても大丈夫なんですけども、ふなっしーがお話ししてる時に皆さんこのカメラの中だけに集中されますと、あれ聞いてるのしかみたいな風にもなりかねませんので、リアクションまあここで言わなくてもいいんですけど、お約束ってことで言わせてください。もういつも皆さん完璧なんですけども、拍手とか笑い声とか声援とかぜひお願いします。で、あとはですね、今見たとこあんまりないかな、あの肩車されてるお父さんお母さん、すいません、まずですね後ろのお友達もきっとふなっしーのことが見たいと思います。肩車、人よりもでかいですからね、それをちょっと今回ご遠慮いただきたいのと、あとですね、危ないですのでというところでも申し訳ないんですけども、ご自身の高さまでの抱っこでお願いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあそしてまだいろいろとありますけども、今日ね、またここに優先エリア、お子さん優先エリア、はい、ありがとうね、ありますけども、お父さんお母さんちゃんといらっしゃいますかね。先ほども第1回の時もですね、終わった後でお子さんちょっとここに何人か残ってらっしゃって、お父さんとお母さんが迎えに来ないんだというお話がありましたので、あのふなっしーを見て興奮する気持ちはわかるんですけども、ぜひ保護者の方お子さんを迎えに来てあげてください。よろしくお願いします。ちなみに1回目も見たって方ありがとうございます。外で大変ですよね本当にね、申し訳ないんですけども、水分補給はしっかりなさってください。でただ今回ですね、1回目と話す内容も変えようと思ってますし、1回目はふなっしーが、まあ、ふなふなふなみよりのテーマソングを歌って踊ってくれたんですけども、2回目ちょっと違うことやろうと思ってます。でさっき聞いたら1回目ねすごい激しい踊りしてたんですけども、アドリブらしいですね。すごいですよ、あの踊りって決まってたのって後ろの方で聞いたら、いやいやいやアドリブなしよって、なんでそんな当たり前のように言ってんのみたいなねすごいびっくりしました。本当にね完璧で可愛い踊りだったんですけども、まあ、次はねどんなことを披露してくれるのかというところも楽しみにしておいてください。で皆さんの左手ですね、あちらの方にちょっと今この時間はやってないんですけど赤いテントで物販がございますので、あの今日発売のぬいぐるみとかもあります。あ、やばい忘れてきちゃった、誰か持ってきてくれるかな、はい、あのふなっしーがそれですね、にゃおしーをこう抱っこしてる可愛いやつ、これねふなっしーのぬいぐるみが自立するんですよ。だから置いておけるっていうすごい可愛いぬいぐるみがあったりとか、あとは CD、DVD ですね、まだ持ってないっていう方はぜひぜひゲットしていただきたいと思います。じゃあまだ来ないかな。じゃあですねふなっしーが登場した時にせーのって私が言ったらふなっしーって大きい声で言っていただきたいので、1回目やった方もいらっしゃると思いますけど、改めてねちょっとあの元気よく迎えるぞっていう決意も込めまして練習していきたいと思います。それではいきますよ、せーの、ふなっしー。バッチリですね。じゃあ2回目もですね、もっと今井さんの声で、2回目と言いますかふなっしーの本当に登場するときはふなっしーでいきましょう。じゃあ行きますよ、皆さん準備 OK ですか？ OK です。はい、行きます、せーの、ふなっしー。
サビのとこ、うんうん、僕が
よし、こんな曲で、残り直しをこういう感じで作ってくださいって投げて、そういう感じだしな。すごい、だってそこがすごい印象に残ってますもんね。さしでした。さすが奥様。いやー、てるちゃんらしい。ただ、船日和のアニメ初めて見たときさ、ふなっしーが気合い入ってるのか、すんごい松エクしてるなと思ったんですよ。何、爆裂じゃない松毛エクステ。あ、松毛、やっぱね、あのね、アニメ化、初アニメ化ってことでね、結構あの、いいやつ買ったらしよ。気合いが入った。そう、いや、ギャル曽根さんに教えてもらったらしい。それは大先生だからね。そうですらしい。で、またね、あの、いつものふなっしーとちょっと違う感じでね、別の可愛さがありますよね。そうですね。はい。けどなんかさ、この CD に入っている、このなんかの、何気ないサントラみたいな、この音楽も結構いいやつがあるしね。いいね。この頃してたら好きさ、あの、まともにね、イヤホンで聴いてて眠くなっちゃうからなんか作業してる時にやる時とくと、なんかいい。こんな形でしてね。ノリノリなんだ。なんでマイケル・ジャクソンみたいなの入った最後。そっか、あの最後のね、あのまだ聴いてない人もいらっしゃるかもしれないですけど、あの鼻歌があったじゃない。個人的にちょっと気になったんだけど、あの自転車もらって嬉しかった。あれ完全にね、あのアフレコの時にアドリブでやらせるのし、すごいよね。何も書いてないから、あの台本にはね、オープンマークしか書いてないのし、これ何ですかって聞いたら、あ、適当に鼻歌歌ってくださいって。すごい。だってちょっとしたね、イントロぐらいだったらあれですけど、結構まともな曲を歌ってましたからね。本当らしい。超適当な歌がいっぱい入ってますね。あの曲私個人的にすごく好きで。あ、本当ありがとうですね。だから会場のお友達もね、印象残ってるって方いると思いますけどね。あの、花屋さん。お姉さん。お姉さん。あれなんか楽しくなるから。小学生が歌うと。だから覚えやすいのかもしれないですよね。ね、でさっきちょっとお友達話してたんだけど、第1部でふなっしーがテーマソングで踊ってくれたんだけど、あれもアドリブだったんだもんね。そう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 。すごいよ。だからあれ、あれもね、あの会議室でいきなり、あの iPhone の音声ボタンを押されて、鼻歌お願いしますってそれがそのまま使われたらしい。それでできちゃうからね、そういう注文が増えるんだろうね。なんで、まああの、ふなっしーの周りの人がすごいんじゃないかなって最近思ってきたし。周りの人？そう、だからそういうのをちゃんと形にしちゃうっていうね。で、逃げないとかのところでちゃんと歌にしてしてくれるから、やりやすい。ふなっちゃんやりやすい。何キャラ。可愛いかな。なるほどね。まあ、そうやってね、なんか先ほどはアフレコ現場もすごいこう楽しくってっていう話を聞いてたんですけども、はい。で、あの DVD、CD の発売と、船日和で結構オリジナルのね、ものも出てるじゃないですか。ああ、グッズ？そうそう。で、あのアニメにも出てたお掃除ロボット。あ、そうそうそう。あれ、開発中？あれで、奥様。はい。本当に商品化されるらしいですよ。お高いでしょ。おいくらぐらいするらしい？それが今ならなんと、なんと、いくらですか？まだ発表できないって。あ、本当らしい？今ちょっとね、焦ってたスタッフさんが。じゃあ後日ね、あの日テレさんのツイッターとかふなっしーのツイッターで発表かもしれないですね。まあ、でもなんか、あの、試作品を見せてもらったけど結構ね、しっかりしてた。会議室のテーブルで、ボタン押したけど、やっぱ会議室のテーブル落ちないんだしな。しっかりしてくるしな。お、ここまで来たら、ここでこう、ちゃんと対してるしよ。あのね、武道館の下の下の寄せに行ってやりたいんだし。ステージケアをちゃんと極めろって。すごい、じゃあ、おもちゃって感じじゃないんだ。でも本当に力もあって、ふなっしーのお顔がついてるって感じなんですね。そう、ちゃんとした機能がある商品だったし、ちゃんとしたら掃除してくれるやつだし。なるほどね。まあ、ちょっとふなっしー一瞬場所変わろうかね。今度左側のお友達もね、いるから。楽しみですね。ねえ、で、あの、あ、ごめん、そっちに移動してそこ行っていいからね。あの、今日、ふなっしーとにゃおしーのこのぬいぐるみも、あ、右に、ごめんね。ごめんね。
つ？はい。ねえ、これすごいのがテーブルの上に立つんだもんね。本当？テーブルある？本当？あ、待って待って、お持ちしましょうか、お船様。お？あ、そのテーブルは？懐かしの1年前のね、5月のね。じゃあ、立たせてますでした。はい、ほら。あいちあいちやって広がっていただきます。誰も見てない、まだ見てない、まだ見てない、誰も。大丈夫し、もう一回もう一回。さあ、今からフナッシーがなんとこのぬいぐるみを立て、ほらダメだしな、あいちやらないと立たないと思うし、まあ見て、下の方に下ろさなきゃ。ねえ、あ、でもかわいい。ねえ、このなんかニャオシーの大きさとかが分かる感じも、そう、ちょっと立体になっていいかなと思って。だ、最初ね、うん、ニャオシーをどうするかっていう設定の問題で、うん、最初ニャオシー白猫で、うん、フィニャッシーって白猫にしようかっていう話もあったんですよ。あ、そうなんだ、うん、でもフィニャッシーはもういたもんね。そう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 、うん、某ゲームで出てきちゃってるから、某ね、じゃあちょっと名前変えて三毛猫でいこうっていう話だったし。そうなんだ。最初デザインが起こした時に、うん、本当に普通の猫だったらしい。これをこれフィナッシーが気になって、うん、こう可愛がってる猫だから、うん、ちょっと目をね寄せてほしいっていう話をして、おお、でもちょっとフィナッシーはこんな感じになったらしい。目が似てるのがまた可愛いですもんね。そう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 、ねえ、ね、松江と言ったのかな、このニャオシーもね。気になった方は連れて帰ってあげてください。で、アニメの、あ、もういい、ちょっと待って、もうやめようよ。怖いわ。ご存じない方はね、去年の5月にもこのテーブル使って同じことやってすごいハラハラしたっていう思い出がございまして。自由すぎるなしな、ダメだし、進行しよう。わかった。まあ今日はね、日テレさんなんで自由にやっていいって言っては言われてはいるんですけども、はい、アニメのね、お話、このタイトル、ふなふなふな日和っていうタイトルはほん、でもね、多分見て、うん、アニメ見てもらってる人は、うん、すごい痛感してると思うけど、うん、落ちねえじゃんとかあるじゃん。あるじゃんだし。そう、うん、これはあくまでもフラッシーの日常であって、うん、この日記の世界っていうのを作り上げようということで、うん、フラッシーのフナフナフナ日和ってタイトルだし。あ、なるほど。だから、うん、一切ね、それね、バイオレンスなことはやめようって言うんです。そう、誰もが見ても、うん、ちょっとクスって笑えるぐらいの1分半ぐらいで、うん、こう展開できたらいいなっていう感じで話し合ってました。すごい、2分ぐらいかな、放送尺って。2分ぐらいかな、1分半、1分半か、うん、それぐらいで笑えるし、たまに泣けません。なんかリンゴのとこ、リンゴちゃんね、リンゴちゃんのとこ。ね、いつもふなっしーが話しかけて遊びに行ってくれてるのに、ある日なぜか梨農家のおじさんがリンゴ積んで持ってちゃうんだよね。おのおじさんなんでリンゴ栽培してたんですか。本当に、ちょっと1個だけね。1個だけ。いや、あそこはね、まずね、うっときて、あ、なんかすごいなと思いましたけど。もうでもさ、梨のあの農園もちょっと広大すぎて、うん、もう勝手になんかフレッシーとか小屋とか作ってたしな。そうだよね。そう、なんかしまいにはいろんな動物でアルパカも出てくるし。どんだけその懐深い梨園なんだったんですか。だってフラッシーがあの梨園に行った時に、うん、おじいちゃんに、おじいちゃんにここに住んでいいですしって言って、おじいちゃんが、うん、ダメだって言ったら、もう何の話もするわけですしな。
そう、あとあのおじちゃんがね、すべてを作ったらしい。ねえ、もうストーリー終わってますからね、あそこでね。じゃあ、なし会帰るなしとか言って。ねえ、そう、そういうのもあったし、アルパカとかね、サイドのキャラクターたちもね、おう、そうそう。いいですよね、チケット持ってるなし、ナイパカみたいな。ねえ。うん、かわいいかわいい。ねえ、で、そうやっていっぱいキャラクターがね、ふなふなふな日和ならではのキャラさん出てるんですけど、ふなっしーは、お気に入りのキャラさんっていうのはいるの？ああ、全体的にさ、うん、個性的でみんな可愛いだしな。そうですね。で、最近思うのはすごいね、ナシュラル世界と人間界のこのなんか間の境界線がすごいルーズになってたしね。いろんなやつが出会いだし、そうだね。第一話でさ、ピカーとか言ってさ、フラッシュナシから出てきたのに、あいつらヌルってこう、ね、いつの間にかいるみたいな。別に特別なことじゃなかったってことだしな。あで、で、うん、これね、あの中でね、ちょっとやっぱ可愛いなと思うのゴナシ。うん、可愛いでしょ。みんなうなずいてる。で、うん、あのゴナシスピンオフでなんかもっとお話やってほしいですね。うん、それぐらいなんか可愛いだし。ねえ、あのシマシマシがいいですね。あ、私個人的に好き。もうナシなんだかなんだか分かんないですね。そうですね。シマシマシって言われる。ね、本当に多彩なキャラがいっぱい出て、まあ、DVD を見ていただきますと、うん、いろいろとね、またおさらいもできるかと思いますので。あ、確かに、ね、確かに。ね、うん、はい、ぜひ見てみてください。そういえば、あのほら、DVD の特典ですよ、りんちゃんと、うん、嬉しいの声優さんってりんちゃんと。りんちゃん。そうそうそう。うん、でも、第1話でも、あの冒頭でやったけども、第2話からは、うん、なんかね、お題決めて、うん、なんだっけな。暑くてさ、ごめんなさい。なんていうの、大喜利、大喜利。ああ。そう、大喜利とかやってるんでしょ。ああ、りんちゃん。で、さ、グレッシーと。そう、グレッシー、グレッシーっていうか、りんちゃんでしょ。あ、りんちゃんとなんだ。あとほら、ボックスの中に何が入ってるかとか、はい、結構バラエティの定番を、うん、結構ね、4本か5本くらいやったのしな。りんちゃんって面白い子なの？あ、結構ね、うん、面白い。最初なんか見た目がハーフの子で綺麗だから、うんうん、なんか近寄りがたいイメージあったけど、うん、いざね、この話見てすごいフラン。確かに特典映像でもなんかすごいこう優しいし、可愛いしみたいな感じだったよね。そう、で、なんかね、打ち上げで、飲み屋とか行くと、うん、一番来るのがりんちゃん。もうめっちゃ来る。なるほど。ふなしすっぴんで行くのかな。ふなしはふなしでしょ。あ、ふなしはふなしでね。で、なんかメイクとか落としていくのかなと思いましたけど。いやいやいや、そこはもうふなしでできるし、そのままで。なるほど。でも、それぐらいね、現場もわきあいあいしてていいよね。そうそうそう、楽しいだし。ね、その楽しさがアニメを通してまた皆さんに伝わってるんでしょうね。うん、ね、で、ふなし、CD のね、レコーディングとかもしたし、いろいろとあると思うんですけども、今日はそんな CD の中からふなっしーの絵描き歌っていうのがあるよね。あー、忙しい。ね、なのでちょっとこれを初披露してもらおうかなと思っております。あー、嬉しい。はい、ふなっしーにも簡単に描ける絵描き歌なんだよね。嬉しい、ふなっしーも考えたらしい。あ、そうか。これはもう完全に作詞作曲ふなっしーだし。おー、素晴らしい。じゃあお願いしましょうか。はい、ただじゃあちょっと準備の間にですね、人間もですけども、ふなっしーもだし汁補給しないといけませんから、はい、ちょっとね、イリュージョンをさせてくださいね。はい。はい、皆さんも水分補給していきましょう。イリュージョン。おー、ありがとうですね。はい。ちょっと離れとこう。いや、何の生き返りでした。よかった。何が行われてるんでしょうね、なし側の中で。よいしょ。はい、ああ、よかった。すぐできました。あ、あんなによかった。曇りだから大丈夫です。はい、 OK です。さあ、それではですね、ここで絵描き歌に乗せてふなっしーに披露していただきましょう。やるしやるしよ。はい、じゃあふなっしー、はい、ペンこういう向きで渡しますよ。もい OK。 はい、じゃ
右手でいいかな。はい、何が起こったんでしょう。もうちょっと真ん中持つ。大丈夫。はい、じゃあ行きましょう。皆さんも手拍子お願いします。
せーの、なっし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 ありがとうございました。なっしありがとうございました。ふなっしーでした。拍手。やっほまた元気にお会いいたしましょう。ということで今日の MC は愛知でした。ありがとうございます。